神戸智弁 VS パワスピの交流試合、今日は試合の日のイチローさんに密着した動画です。野球人としての準備を怠らないイチローさんの一挙手一投足ご覧ください。50歳を超える肉体とは思えない可動域です。ストレッチを終えたイチローさんは声を出しながら中間走、三塁ベースから一塁ベースの方向に何本もダッシュを繰り返していました。前傾姿勢で走るこのフォーム、かっこよすぎます。そして同時に体幹の強さ、姿勢の良さ、それが一目でわかります。続いてはキャッチボール。この日は A51 グレーのナイアグラブを使っていました。この日はピッチャー当番ではなくショートを守る予定のイチローさん、キャッチボールでは遠投も挟みます。このしなやかなフォーム、スローで見ても美しい。綺麗なゼロポジションから鞭のようにしなる。投球を終えたイチローさんは続いてバッティング練習。正面 T で軟式ボールを硬式木製バットで打ちます。この日はレガシーで臨むかと思われましたが、普段から慣れ親しんだご自身のバットで打ち込みます。しかしながらイチローさん、軟式ボールは中学校以来打っていないことでしょう。そしてイチローさんが中学校時代の軟式ボールよりもやや硬くなっている M 球、捉え具合にやや苦戦しているようにも見受けられました。公式ボールとは違う感覚に戸惑っているようにも見えたイチローさん、どこで当てればいいんだろうか、それを探りながら打っているようにも見えます。打ち終えた後はバットの先端で捉えた方がミートできるような、そんな感覚がありそうです。今度は角度をつけ出すイチローさん、続いては神戸智弁のノック。ユニフォームに着替えたイチローさん、ショートのポジションにつきます。ノックの後試合が始まりました。
先攻はパースピ、後攻は神戸智弁となります。挨拶の後、元気にショートの守備につく一郎さん。さあ、その一郎さんの守備機会、最後の打った打球がレフトフェンスを直撃。レフトからボールをもらうため一郎さんが中継に入りますと、ここで返球が高い。さあ、ここで一球一球備える一郎さん、インパクトに合わせてスプリットステップを取り入れていました。今度は守備機会、ショート後方の打球、背走しながら見事に取りました。慣れていない内野守備も落ち着いて捕球。さらには打席ではいつものルーティーンからワンストライクスリーボール、最後はフォアボールを勝ち取りました。この時のピッチャーはクーリンでした。一郎さんの第二リードは飛ばない、飛ぶと目線がブレるので真横にスウェーするようにリードを取ります。そんな一郎さんの盗塁を見たかったところですが、ランナーが詰まっていたため走ることはありませんでした。ショートを一郎さんが守る、そんな夢の時間はあっという間に終わりました。試合が終わったかと思うと、一郎さんは公式ボールを握り、グラブを変更し、今度はピッチング練習をしだしました。女子野球選抜との試合に備え、ピッチング練習や投げ込みをした一郎さん、9イニング戦った50歳と思えない球の強さでした。改めて野球人として尊敬します。40歳クーニンも50歳になった時、一郎さんのように動ける大人になりたいです。一郎さんのプレーを見て密かに刺激を受けたクーニンでした。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。